ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。春乱舞と改名したエルさん、ツイッターでいただいたリプのご紹介です。ドラクエ8のトーポですが、もともと主人公の優しさを表現するために、後付けの設定で作ったそうですよというコメントを、リプをいただきました。へーだよね、これね。トリビアなんですけど、完全に。その設定は知らなかったなぁ。ただね、まあネタバレにはならないか。このトーポっていうこのネズミっぽいやつなんですけどね、実際はネズミではないんですよね。結構ね、大事なキャラクターなんですよね。ハリーポッターで言うとこのネビル・ロングボトム的なポジション。いや、ちょっと例え変かな。違うかもしんないけど。言いたいのは結構重要なキャラクターなんですよ、実はね。このトーポ。そうですね。今の流れでいくとパート70か80くらいで、そこら辺の真相が明らかになってくるんじゃないかなって感じがしますね。結構後だね。これが多分32、3子くらいなんで、結構先なんですけど、お楽しみにっていうことですね。リプありがとうございましたって言って、動画見てくれてたらいいんだけどな。ありがとうございました。さあ、ジェシカがいないんだよっていう話になってるんだけど、なんか情報聞かないと多分、フラグ発生しないやつなんじゃない？人の話聞かないといけないやつだと思うんだけど、違う？掛け合いワロタ。このおっちゃんとか見てないかな？見てないか。怒りのタトゥー買っといた方がいいかな。大丈夫かな。バザーって終わっちゃうんだよね。滝に挟まれたら吊り橋が見えてくる。結構いい眺めなんだぜ。吊り橋を渡って北に進むと関所がある。次行くのはこの関所なんだけども、もう行っちゃっていいのかな。いいんだっけ？いいんだっけ？あ、やっぱ話聞いた方が、そう、胸の大きいお姉ちゃん。日の昇らないうちに宿を出ようとするから、そしたら北へ行く。じゃあこれはもう行っていいのかな？じゃあ参りますか。これ、ルーラで飛んだ方が早いよな。多分これこうやった方が早いぞ。ほんの10秒くらいだと思うけど、短縮していきましょう。バウムレンの鈴。ぐわー。意外と可愛いんだよな。ドラクエ5を思い出すね、やっぱね。ビアンカのリボンをつけてあげたときに、心が戻ったところが感動したな。おっと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 。お尻暴れ牛、おダンビラムーチョの、お尻。ダンビラムーチョ出てこない。お尻丸出し。おっと。マリカーで極めた神回避を見せていく。極めてはないか。神回避を見せていく。いいぞ。お尻。こっちで合ってる？外れた？左かな？おっとっとっと、キングスライムがいる。これはあれだね、バトルロード用だね。まだモリーにすら俺合ってないんだよな。スルーしてきちゃってるんだよね。いつでもいけるからいいんだけど。これですね、関所。お尻！キラパンでこうやって走ったシーンは全然見せてなかったから。多分今回で最後か。何回かあるか。あるとは思うけど、あんまり実況中こういうのはやらないつもりでいるから、ちょっとレアシーンかもしれない。移動とかあんまりね。リブルアーチ。石像作りの工房連なる職人の町。俺は見た。南の石所を強行突破した女がこの町に入っていくのを。嫌な予感がするな。全然怖そうじゃない。もうなんか住民が道を作ってくれてますね。ここに行けって。言ってくれてますね。ありがたい。やばい、兵士が。ベホマだ。あ、マヒか。じゃあ、キアリク。はよ、撃ってあげろよ。キアリクなぜキアリクを撃たない？ MP3 消費がそんなに惜しいか。それ以上近づくな。何者だか知らないが、ハワード様に手をかけようというのなら、この僕が容赦しないぞ。何がこの僕がじゃ。お前が容赦せんかったからといって何ができるんじゃこのボケなやつ。とんでもねえやつだな。セルスよ、そこをどけ。ハワード様。女よ、わしを大呪術師ハワードとしての狼藉じゃろうな。だがあいにくだったな。わしはわしでお前さんが来ることぐらい先生術でとっくに予知しとったのじゃ。ゆえにわしを殺そうとする杖使い女を退治するまじないもすでに得得済みというわけじゃ。ほう。今回は残念じゃったな。さあ尻尾を巻いて退散するがい。せりゃ。魔法には魔法ではなく、魔法には物理が一番効くと思うんだけれども。うわ、ゼシカ強そう。賢者の魂を得たこの杖の前ではそんな結界が何の意味もないことがわからないのね。何？そんなバカな。もう一度くらい。さあもう終わりにしましょう。あがき続ける姿を見ているのは悲しいの。あらもう来たの？思ったよりも早かったわね。結界が役に立ったわね。今の茶番がなければとっくに死んでいたはずなのに。今日のところは退散してあげるわ。この人たちを相手にしながらじゃさすがに私も分が悪いもの。俺じゃないけど、なんかジェシカに一目置かれたのがなんかすごい嬉しいんだけれども俺じゃないんだけれどね。なんでだろう。今度来る時までにはもっと守りを万全にしておくといいわ。それじゃあね。迫力ある演技だな。全然アズニャンって感じしないわ。エコかかってんのもあると思うけど、消えた。すげえ。助かったか。ふう、危機一髪じゃったわい。ハワード様、お怪我はありませんでしたか？触るな、汚らわしい。こんな時だからといって、わしに取り入ろったってそうはいかんぞ。そんな、私はただ。もうええわい。お前はレオパルドちゃんにご飯でもやってこい。わしはそこの御人と話がしたいのじゃ。あ、はい。そこの御人。どうやらわしはお前さんに助けられたようじゃな。さあ、こちらに来なされ。どこの誰だか知らんが、もちろんわしが誰だか知っておるじゃろう。いや、それが知らないんだわ。わしの命を助けたとあらば、お前さん、これは名誉なことじゃ。まあ、わしのことは気軽にハワード様とでも呼ぶと良いじゃろう。とんでもねえ。それにしてもあの杖使い女め、また来るような不吉なことを言い残していきよった。しかしさっきの結界以上に強力な結界の術となると簡単にはできない。そこでじゃあ助けてもらった礼も兼ねてお前さんたちに仕事をやろう。実はこの町、クランバドル家という古くからの彫刻家の家系があってじゃな、その家に代々伝わるクランスピネルという二つの宝石に強力な力が宿っておると。わしも以前から譲ってくれと頼んでいるんだが、先代が頑固者で、そこでお前さんにクランスピネルを譲ってくれるよう頼んでほしいのじゃ。いくら頑固者とはいえ、誠心誠意頼めば気持ちは伝わるだろう。あの宝石なくして杖使い女に対抗できる結果が作れん。急いで頼むぞ。クランバトル家は今、我が敷地の噴水の下、我が敷地噴水の下。噴水の下？なんだろう、この紋章。ハワード家の紋章か？魔導士の杖。お。あれはいくつだった？パープロじゃねえや、ドラクエ6かな？大釜で、パルプンって教えてくんな。多分6だな。6を思い出すな。奇跡の触媒。聖者の灰。お。そう。聖者の灰は結構大事なんですよね。動画中言ったっけな？どうだっけな？にしてもこのハワードさんとんでもないやつだな。並列してみた。はい。どうでもいいですね。いやー。悪役か。うわ、すげえな。自分の石像とか絶対飾りたくないんだけど、うちに。恥ずかしいよな。にしても、そうだよ。突っ込まなきゃいけないのはジェシカだよ。フリーザ様みたいな肌の色になっちゃってね。どうしたのって話ですよね。まあ言わないけどね。言わないけれども。ルーンスタッフ持っていました。満足できなかった。より強い杖を見出すため、2つの杖を1つに錬金した。しかし一切魔法が使えなくなった。実は魔封じの杖だった。なるほど。自分自身、杖自身にも魔力が封じられてしまったっていう。杖。ただの杖。物理か。完全なる物理。オーダー系の武器だね。そしたらね。とりあえず探索して、このパートはこの辺で終わりたいかなって感じなんだけれども。13分か。じゃあもうちょっと頑張るか。どっから外に出るんだ？これか？噴水の下とか言ってたけど、どういうことっすか？噴水の下だ。あ、さっきの人。ほら、レオパルド、ご飯だよ。ここに置くからな。いい声だな。目血走ってんじゃねえか。バイオハザードの犬みたいになってんぞ。ごめんよ、レオパルド。何か気を悪くしたかい？ごめん、ほんと謝るよ。あなたはさっきは本当にありがとうございました。ハワード様がご無事だったのはあなたのおかげです。見たところどうやら旅の人みたいですね。やっぱりそんな気がしました。僕も半年前まであてもなく世界中を回る旅人でしたから。それが半年前、たまたまたどり着いたこの町でお金の底を尽きた僕は腹ペコで倒れてしまい、その時の僕を助けてくれたのが他ならぬハワード様だったんです。おまけにハワード様は僕をお屋敷に雇い入れてくれて、言葉にならないほど感謝してます。時々冷たく見える時もありますけどね。でも心の奥は本当に優しい人なんですよ。この方こそが心優しい方って感じするけどな。噴水の下ってどういうことや？下って噴水の下？あ、そういうことか。把握。これ二段構えになってんのかな？あ、そうですね。把握。こっちですね。壺でかっ！壺でかっ！これ壺じゃないかもしれないな。ここですかね。クランバートル家我が家はクランスピネル、父さん。父さんは町の東で塔を作っている。石の剣を手に入れた。へえ、父さんはライドン。実は父さんにあったたまにを家に帰れと伝えてください。はい。ということで、次回ライドンの塔とやらに行くことになりそうですね。今回はここまでにいたしましょう。探索は裏でやっておきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。